はい、では今回の支援会話は、誰だし、あ、この辺の会話もね、めっちゃ好き。お友達って感じで。見ていきます。アッシュ、いいところに来たな。どうしたの？それは、お茶だよね。もしかして、休憩の邪魔をしちゃったかな？いや、気にするな。それよりもこの茶を。お前に飲んでほしい。あ、なんか混ぜてないでしょうね。いいけど、あ、もしかしてこの薬草茶、薬草茶の苦そう。興味が湧いて、薬草について少し調べてみた。陛下にお出ししようと思って、試しにいくつか作ってみたんだが、お前に率直な意見をもらいたい。なるほど、そういうことだったんだ。それじゃありがたくいただこうかな。ああ、この味は、どうだルル、この薬草ってもしかして以前お前が取ってきたのと同じ花だ。いくつか他の薬草を混ぜて蒸らした。王都の薬師がよく作るとも書いてあった。口に合わなかっただろうか。ううん、その逆だよ。なんだか懐かしい味がして。ああ、そうだ、これ僕がロナート様に引き取っていただいた頃飲んでいたんだ。うん、ロナート殿が入れていたのか。うん、あの頃のことはまだ覚えてる。ほら、僕貴族とは無縁の生まれだから、ロナート様と一緒に暮らし始めた頃は何をするにも緊張しちゃって大変だった。そんな時、あの方が入れてくださったお茶を飲んだらすごく落ち着いたんだよね。この茶には気分を落ち着かせて緊張を解く効果があるとも記されていた。ロナート殿はお前が安心できるよう手を尽くしていたのかもしれん。ねえ、ロナートさん基本的にいい人だったんだけどね。うん、ロナート様のことだから教団にはきっと僕をおもんぱかってくれたんだろうと思う。なみなみなの恨みというか、本当に小さい頃の話だから、ね、自分の息子を殺されたっていうのもあるけれどもね。このお茶がどんなものなのかも聞かなかったけど、そうか、こういうお茶だったんだね。2年も王都にいたのに知らなかったよ。ロナート様はリュファス様にもこのお茶を振る舞っていたのかな。あ、リュファスっていうのはあれだよね、ディミトリのおじさん、まあ、処刑しちゃったけど、ディミトリが。話を聞いてはいないのか。うん、ずっと昔リュファス様と仲違いしてしまったみたいで。あ、そうなんだ。ロナート家はあの方が王都にいた時の話は全然聞いたことがないんだ。でも薬草に造形が深いのは、君が陛下を気遣っているのと同じようにリュファス様に何かしてあげたいと思ったからだったのかもね。想像だけど。うん、そうかもしれんな。さて、ごちそうさま。デデ、美味しかったし、すごく心が軽くなったよ。よければ作り方を教えてくれないかな。これ僕もみんなに振る舞ってあげたい。ああ、もちろんだ、アッシュ。めっちゃ癒されるよね、この二人の会話。なんか、この二人とも穏やかだからからかね。次は、ドゥドゥとシルバン。はい、見ていきます。じゃあ、その話は俺が片付けよう。君は父上に手紙を届けておいてくれ。は、承知いたしました。おっと、ドゥドゥ。どうした？何か用か？いや、通りかかっただけだ。そうなのか。それにしちゃ何か言いたそうな顔をしてるみたいだが。お前の様子を見て感心していた。感心？なんでまた？士官学校にいた頃はお前の悪い話をよく耳にした。
女遊びにかまけ訓練も怠りがち。陛下もよく頭を痛めておられた。デミトリにね、ナンパ術を教えていた頃もありましたよね、シルバー。申し開きのしようもございません。でも今はこの通りちゃんと真面目に働いてるだろ。当たり前のことだ。はいはい。だがお前が心を変えた理由に興味が湧いた。心を変えるだなんてそんな大げさな、もっと単純明快な理由だよ。でも本当の人格はこっちなんだよね、シルバーのね。今じゃ陛下もフェリックスのやつも立派に自分の仕事をこなしてるんだ。弟分が頑張ってるってのに俺だけ仕事を放り出して遊んでるわけにはいかないだろ。うん、弟分。そうそう、今のあいつらにはあんまりカッコ悪いところを見せたくないんだ。そうか、俺にも妹がいた。お前の気持ちは理解できる。妹がいたね。え、亡くなってるんだっけ。もしよかったら聞かせてくれよ。どどの妹さんがどんな子だったのかさ。そうだな、花が好きだった。よく冠を作ってやった。あれ、妹生きてるのってあれか、ラファさんか。いや、なんかキャラは似てないけどさ、ヌヌーとラファさん。いや、なんか方向性というか、なんかちょっと通ずる部分があるよね、体の大きさとか。一度これと決めたら最後まで貫く頑固なところがあったな。なるほどな。さぞかし可憐でしっかり者のお嬢さんだったんだろう。いくらお前でも死んだ女は口説けんぞ。口説くも何も、俺は素直な感想を言っただけだぜ。けどもし生きていたら今の俺でも口説くことを諦められなかったかもな。で、妹思いの優しくも怖い兄貴にぶっ飛ばされていたところだもさ。そうかもしれん、シルバン。この戦いが終わったらナスカーの地を訪れてみるといい。粗末ではあるが墓がある。機会があれば案内しよう。そりゃいい。その時にはとびきり大きな花束を用意していくよ。ああ、きっと妹も喜ぶだろう。さて、じゃあ次はメルセデス。いいですね、ドゥドゥとメルセデス。お姉ちゃん、お姉ちゃん、次はお料理教えて。いいわよ、とっておきを教えてあげる。教会の人たちもきっと驚くわ。メルセデス、陛下がお前を探しておられた。怖がっちゃった。あらあら、どうしちゃったのかしら。走って行っちゃったわ。俺のせいだろう。昔から子供と動物には怖がられる。あ、ちょっと悲しんどるやん、顔が。体格のせいか。俺がダスカーの民だからかは知らんが、少なくとも動物はダスカーの悲劇のことなんか知らないと思うけれど、とにかくそういうことなら任せてちょうだい。私に考えがあるわ。考え。この教会にはね、家や家族を亡くして周りを怖がっている子たちが多いから、無口で大柄なあなたは確かにちょっと怖く見えるのかもしれないわ。だからね、怖くないんだって分かってもらえばいいのよ。具体的には何をすればいい。じゃあ明日またここへ来て、その時のお楽しみってことで。うん、分かった。うん、できたぞ、花冠だ。お兄ちゃんすごいすごい。ペル
セデスお姉ちゃんのと一緒だ。兄ちゃんすっげえ、こんな立派な花冠見たことないよ。ねえ、本当に王様の冠みたい。私にも作って作って。作ってやってもいいが、自分で作ってみるのも悪くない。でも私不吉祥だし、多分うまく作れないと思う。手先が不器用でも練習すれば皆作れるようになる。いや、皆ではないな。難しければ友人、友達に手伝ってもらえ。わかった、ちょっと頑張ってみる。初めはどうするんだっけ。そこに茎を巻きつけて一周させてみろ。力は入れすぎるな。あらあら、すっかり打ち解けたみたいね。私の作戦が功を奏したかしら。そうだな、お前のおかげだ。まあ、私はあなたに作ってもらった花冠をみんなに自慢しただけなんだけれどね。お前がきっかけを作ってくれたからだ。大げさよ、私は何もしてないわ。あなたの優しさがちゃんと伝わっただけ。優しいのはお前だ。礼を言わせてくれ。あ、お姉ちゃんお兄ちゃん見て、ここまでできたよ。まあ、すごいじゃない。ドゥドゥ、私にも作り方を教えて。もちろんだ、お前の頼みならばな。あ、心が温かくなった。もう優しい世界が繰り広げられとったわ。いいですね。じゃあもう一個見るかね。ドゥドゥとアネット、あ、ドゥドゥとアネット A まであるんですね。どうしたらいいんだろう。アネット、何をしている。あ、ドゥドゥ、いいところに。ちょっと相談に乗ってくれる。これの扱いが難しくって、どうしたらいいんだろうって困ってたの。これは、あ、英雄の遺産。英雄の遺産、スルッと出てくるよね、うん、英雄の遺産ね。美しくもの、かわいいでしょ。おじさんに譲ってもらったんだけど、見ての通りすっごく重いの。持っていられないほどじゃないんだけど、思いっきり振り回そうとすると体ごと持っていかれそうになって。確かに重いな。遺産の力がなくてもこの重さなら鎧などものともしないだろう。やっぱり体を鍛えるべきなのかな。一朝一夕じゃどうしようもない気がするし。うわ、私もドゥドゥみたいに背が大きかったらよかったんだけど。背丈はどうしようもない。だが体格が全てでもない。ただアネットの 1.5 倍ぐらいない身長。あ、そういえば前に父さんも似たようなこと言ってたかも。ちょっといろいろ試してみたいかも。ドゥドゥ、付き合ってくれないかな。わかった。ギルメルトさん、ちょっとおしゃべりになったドゥドゥみたいな感じだもんね。助かるよ。って遺産を使って立ち合いは良くないよね。俺はよく訓練用の斧に石の入った袋をくくりつけて稽古をしている。なるほど、それなら大丈夫そう。よろしくね、ドゥドゥ。体全体を使え。腕だけで振るから振り回される。体全体で、うん、やってみる。こんな感じかな。えい、その調子だ。うわ、いい汗かいた。なんだかちょっとつかめた気がするよ。ドゥドゥのおかげだね、ありがとう。いや、
役に立てたなら何よりだ。正直私に英雄の遺産なんて使えるのかなって不安だったけど、あなたのおかげでもうちょっと頑張ってみようって気持ちになれたよ。私絶対みんなの役に立ってみせる。よし見ててね、デデン。ああ、分かった。どうした？ここで終わるんかーい。成長前広場の陥落に注意。あ、ユーリス来たな。君だね。本当に厄介な城だよな、ここは。おっと、こんなところに仕掛け階段が。仕掛け階段、なにこれ。仕掛け階段を起動。また別の隠し通路を使ったのか。やはりここの構造に詳しい者がいるようだ。え、ユーリスは撃破せよ。はい。あ、ちょうどみんな近くに置くわ、近くにいるわね。それじゃ、なんか妨害入りそう。もしかしたら説得して味方にできる相手かもしれません。じゃ説得、はい。ヘブリング博。アイアンナットは重要な拠点、はい、戦力を割いても落とさねばならないだろう。と、あ、これリンハルトか。あ、リン君。こんな場所に引っ張り出されるなんていかんだよ。あ、ヘブリング博ってリンハルトのお父ちゃんなのか。ゲ、はい。ちょ、まずはちょ、ユーリス行くよ。ユーリス成長を取られれば俺たちの負けだ。周りの敵でもちゃんと守らなくて。成長周囲の、砦を防衛し敵の進行を進む。嘘、なんかもうどんどん面倒くさくなってる。やってみるとしよう。主人公もリン君やるか。よし、じゃあちょっとこんな感じでお願いします。門の閉鎖準備を整えろ。複雑な構造だからこそできる発見だな。今だ、門を閉ざせ。敵を誘導するぞ。どきやめません。そんなに信仰の茶いけない美少年の武器なのに突きつけて一体どうするつもりだ。なあ、あのジジイ、死に場所が見つかるといいなと言ったが、いざ死なれてみると面倒くせえな。ゾクト、いや、グエンダル教の援助か。それともローベケの。まさか、まさか。オッケー。やっぱりローベケの。君の力を貸してほしいんだ。ダメかな。勝敗の見えない賭けに命までかけて部下ごとを死んじまうよりはマシか。あ、来たー、ユーリス。僕よりも対応すべき相手がいるんじゃないかな。なんでこっちに。あいつにつけ。敵は全員ぶっ飛ばしてやりな。ぶっ飛ばす。じゃあ私リンハルト行こう。リンハルト、リン君はあれ、リンハルト倒した。リンハルトの父ちゃん、あ、違う、ここにいるわ。あ、まあ、近いね。リンハルトー、なぜ？困ったな。陛下が来るのが見つそうにない。オッケー。聞かせてもらいますよ。まだ死にたくないので。よし。さあ、あとは。これの出番ね。あ、そっか。あ、シルバンは使えないのか。ワープ、あ、頼んだぞ。もったいない気もするけどね。
これ以上傷を負ってはろくな働きができないか。あ、大丈夫。モーロック城壁北西を制圧。あ、ああやっちゃった。嘘。防衛線を突破された。早く押し返さなければ。よし、あ、エブリムハク倒したね。戦場を離脱し直して、よし、先遣部隊の指揮官は排除できた。問題はエーデルガルトの方。あ、来たわね、エーデルガルト。今こそ王国軍を殲滅し、あ、かわいい。アリアンロットを取るわ。進みなさい。あとフェル君ね。この戦いが西部戦線の趨勢を決める。我ら帝国の誇りを見せる時だ。どうしようどうしようどうしよう。成長前広場、エーデルガルト、元気橋、アリアンロットを守り抜け。フェルディナントどこよ。私に任せといて。よし、エーデルガルトとトリンドさん。私の出番のようだね。では手はず通りに動こう。フェルディナントどこ。みんなこっち行けばいいかな。ここで彼女を撃てば戦いは終わる。みんな奮起せよ。帝国との決戦の時だ。エーデルガルトに遅れを取るわけにはいかない。これで決めましょう。前進だ。最善は尽くすだ。運がなかったな。おとといきやがれ。フェルディナントもいるな。じゃあ私フェル君やろうか。近くにいるから。動き出したか。フェル君いた。油断はできん。急いで撃破しなければ。最善は尽くす。運がなかったら落とし切れ。どう？いつかこの借り返させてもらう。逃したか。奴のような骨のあるものはここで討ち取っておきたかったが。おい、あの砦が落ちれば負けだぞ。このまま放っておく気か。誰であろうと邪魔する者には容赦しない。覚悟して。あれ、エデワードどこ。あ、こっち行ってる。ちょちょちょ、こんな程度遠いですが止まっていられない。ようやく回ってきた攻撃。これを無駄にするわけにはいかない。助けて。強いんだけど。よし。今回はこちらの負けのようね。今は引くわ。逃がさん。そう、お主はここで終わりだ。え？タレス。久しいな、エーデルガルトよ。タレス。まさか、あなたが王国に組みするとはね。何の話だ。あ、何も知らないよ。違ったかしら。でもそうね。ディミトリが父親の仇と手を組むはずもなかったわ。
父の仇だと、そう言ったな、エーデルガルト。後で詳しく話してもらう。それまで勝手に死なれては困る。ダスカーの悲劇を引き起こした奴らの一人ってことかな。雪月の時も出てきたね。よせ、俺はまだダメ。あなたを死なせるわけにはいかない。約束したでしょ、共に歩むと。あ、ライターやった、ありがとうございます。もうカトリーヌさん来たからね。いや、シルバーめっちゃ頑張った今回。あ、で、ユーリス、あと、あ、カトリーヌさん、あとシャミアさん、ありがとうございます。いや、マイクランの死はちょっとショックでしたね。陛下、帝国軍が撤退した模様です。あの怪物も忽然と消えたとのこと。そうか、エーデルガルトがああなっては、もはやそうするしかあるまい。そう、さっきのあの出てきたやつ、あれエーデルガルトなんですよね。あの風化雪月の青獅子のラスボスだった。陛下、やはり急ぎ手当てを。座って休まねば傷に触ります。心配はいらない。それよりも帝国軍が退いた今が好機だ。直ちにアリアンロッドを確保せよ。はっ、承知いたしました。父の仇、エーデルガルトはタレスと呼んでいたな。うん、まあ、クロニエとかとね、同じ立派やな、ね、私はあいつをチラッと見ただけだけど、やっぱりあの力覚えがあるの、うん、トマシと私と同じものじゃない。私の力は一体何、彼らと私に何の関係が。あ、お前黙ってたな、ずっと。ラルは何、なんかやってほしいんだけど。2年前から変わらない。お前の力の正体が何だろうと、俺は他でもないお前自身を信じている。そう言ってやることしかできないのが不甲斐ない限りだな。すまない。だがその力がトマシュ殿やタレスと同じものであるというなら、お前の力の正体も俺の求める真実も探って行き着く先は同じだと思う。どういうこと。エーデルガルトはタレスこそが俺の父の仇だと言っていた。敵の言葉を鵜呑みにすべきではない。だがもし仮に奴が仇だとするならば、それは西部諸侯でも帝国でもない別の勢力が背後でうごめいているということだ。コルネリアがタレスの仲間だと仮定すれば、奴の曖昧な態度にも説明がつく。だから俺はその正体を。アホ、お前はまた間違えるのか。復讐をお前だけのものにするな。真実を暴きたいのは俺とて同じだ。私も知らねばなりません。自分の過去と向き合うためにも。私も父さんに本当のことを教えてあげたいしね。あなたたちと同じ過去は共有できないけど、自分の正体を、真実を知りたいって思いは
きっと同じだと思うの。そうだな、すまなかった。とにかく今はデミトリ城塞の攻防では勝ちを拾ったが、こちらも有能な将兵を数多く失った。甘いくらんよ。しばらくは槍を震えまい。城塞の制圧が済み次第王都に戻ろう。でもね、ジェラルト傭兵団最近はなんか何も絡んでこないですね。エーデルガルト先生たち何やってんだろう。おお、それは誠の話か。あれ、この人あれだよね、フェルディナントのお父ちゃん、エーギル公。え、違うっけ。これからは貴様が皇帝に代わって帝国を支配するがよい。貴様が表舞台に舞い戻ることを阻む者はもはや誰もおらぬのだからな。おお、陛下もこの私が必要だと。皇帝はアリアンロッドの戦闘で傷を負い、今は言葉も満足に話せぬ。苦境にある帝国を救うのは貴様の望む役目であろう。うん、その通りだとも。この苦境を打破し、王国や同盟をも打ち倒して、フォドラ全土を統一する。どの皇帝も成し得なかった帝国の積年の夢を叶えるのは私しかおるまい。このルートヴィヒ・ファン・エーギルこそが帝国を救うのだ。フェルディナントの父ちゃんよ。暴れ始めんのか。あの字、我らは闇の底より貴様を助けよう。貴様が再びつまずき転ぶその時まで。王国軍は、なんか厄介なことになってきたね。本当、撃退、アリアンロッドの防衛に成功した。この勝利は西部戦線におけるファーガスの優位を決定づけるものとなる。皇帝は帝都アンバルへと撤退。彼女の負傷を機に更迭されていたエーギル公が摂政として政務に復帰する。しかしその姿勢の悪辣さに帝国の人々は反感を募らせていく。ね、何やっとんねん。ほんとフェルディナントはいい子なのにな。あ、第一部終わった。ということで、じゃあ今回はここまでにしておこうと思います。じゃあ次回から第2部に入るのかな。はい、じゃあそこからやっていこうと思います。お疲れ様でした。